はい、チームティルクスの皆さん、こんにちは、トシです。いつもありがとうございます。今日はね、音楽の話じゃないんですけれども、人と話をしててさ、なんかこう一番嫌な感じは何かなってね、ちょっと思ってお話してるんですけども、そう、いろいろねありますよね。自分を攻撃してくるようなあれだったら、嫌だし、それはもちろん嫌だし、あとなんだろうな、自慢話ばっかりされてもね、言葉のキャッチボールしたいんだけど、自慢話ばっかりするから、こっちとしては、ああそうですね、すごいですねって言ってあげなきゃいけないだけもやっぱりね、面白くないし、ずっと喋られてね、こっちの話聞いて何にも聞いてないんだなっていうのもね、あれだしね。あとなんだろう、そう、悪口ばっかりもねっていう会話になっちゃうのも、また建設的でないからね、あんまり良くないかなとかね、いろいろあるんだけどもさ、俺ね、この間ふと思ったんですけれども、ふと思ったというか、昔のね、 YouTube なんかでね、昔の文豪のインタビューなんかもあるじゃないですか。で、僕ちょっと本読むのが好きなんで、自慢できることじゃないですけれども、で、昔の作家が好きなんですね。昔の本作家が、今よりも、今の現代の人よりも昔の人が好きなんですよ。で、昔の明治、ごめんなさい、昭和初期なんかね、初期じゃないか、もうちょっとあれか、いいや。で、その辺の今からね、50年前、60年前、70年前ぐらいの人の、そう、50年ぐらい前 の人だと、全然あれがあるわけですよね。50年前、60年前ぐらいとインタビューがまず全然あるわけで、そう。で、映像待ったりする。で、そうですね。川端康成とかね、あったりするじゃないですか。僕、谷崎潤一郎とか好きなんですけども、で、三島由紀夫なんかもある。で、その辺のね、こう、聞いてるとね、特に三島由紀夫なんかそうなんですけども、やっぱり、みんなね、インタビューっていうのもあるかもしれませんが、あと自然にざっくばらんに話してるのもあるんですけれどもね。で、とにかくね、相手の話をね、きちんと聞いてるんですね。必ずですよ。全部です。全部、最後までね。必ずしもそうじゃないかもしれないけれども、インタビュアーの話もそうだし、対談する時の話もそうだし、全部こうやってなるほどって全部聞いてから、で、そうだね、私はねって話し出しとかさ、ね、聞いてからなるほどっつって、大体そういう感じなわけですよね。三島なんかのインタビューでも、本当にインタビューを本当にもう遮らずに必ず最後まできちんと聞いてから話をするということですね。でね、それがね、現代人はね、非常に少ないよね。少なくないですか。みんなさ、人の話の途中で自分の話をしだすよね。ね、これ僕もすごく気をつけてて、ちゃんと人の話をこう、って聞いて、きちんと最後まで何も口挟まずにですよ、口挟まずに聞いてから話すようにっていうのを心がけてるんですよ。これちょっと意識しないとすぐ話したくなっちゃうんで、どうしても、あ、この人に言いたいことこういうことだなって思ったらすぐ話したくなる。あと、それからもっとひどいのは、その話が終わってないのに、それにちょっと関係した話を、そういえばなんとかってっていうね、話を持ってっちゃうってやつね。あれ一番ダメじゃないですか、人の話を持ってっちゃうやつ。で、これはね、別に悪口じゃないんですけども、明石家さんまさんなんかがテレビでよくやるじゃないですか。僕テレビ最近全然見てないから全く分かるんですけども、そういうイメージがとってもあって、あの人すごく頭いいし面白いし、ものすごく僕も好きですけれども、ただ、ちょっと話を、人の話をね、途中で遮って、そういやなんとかやんかって、こうその話で思い出したんやけどみたいなんて、違う話発生するときあるじゃないですか、どんどんね。で、それが面白いから、その場はとっても、その場でさんまさんが話してたから、すげえ面白い話に行っちゃうから面白いんだけど、その人が始めた話はどこが結末だったんだろうっていうのよくあるじゃないですかね。あれがすっごい僕も気になってて、前からね。で、あれをね、明石家さんまさんがやっちゃうと、みんなそうでいい、そうしなきゃいけないのかみたいになっちゃって、日本人ですぐ真似するから、あれでいいんだなってなって、いや、あれおかしいでしょっていう人誰もいなくなっちゃうんですよね。で、そう、みんなあれを真似しちゃうわけですよ。大御所がやるわけですからね。でね、その癖がね、みんなにもね、ついちゃってるような気がするんですよね。それがすごく良くなくて、僕は本当に人の話を最後まできちんと聞いてから話をしだすっていうキャッチボールをしないといけないなと思ってて、じゃないと勘違いもしちゃうんで、そう。
で、僕も旗から見てて他のね3人2人3人4人ぐらいで話してるのを見てるとするじゃないですか。でみんなそれをやってるグループってたまにあるわけですよ1人が話し、途中から1人が口挟み、また途中から1人が口挟みで、そしてちょっとずつずれたまんま会話がどんどん進んでいくって、あれ皆さん経験あります？あの旗で見てて、あーみんななんかちょっとずつずれて話してんな、みんなあこの人これ勘違いしてんな、今の言いたいことはあの人はこういうこと言いたかったんだけどこの人勘違いしてんなって思いながら、僕旗でずっと見ててうーんって思ってっていうのどうです？あります？あるでしょそういうの。あーはい、なんかみんなずれてんなって、大丈夫かなってあれさね、もうそこでも僕言えないからね、もちろんね、ちょっとあなたたちちょっと違いますよなんてね言う必要全くないからね。でもそんなのってあの街中にもいっぱい溢れてるじゃないですか、全然知らない人の会話でも、どっか行った時に喫茶店なんかでもね、なんだこの人たちってね全部ずれてんなっていう、みんなね会話か耳に入ってきた時にね、ってなんか多いんですよね、多いってだけですよ、もうきちんと話してる人もいっぱいいるけどもさ、なんかねそれがそう気になって気になって、だから僕は一番初めの話に戻りますけれども、何がイラつくかっていうと、内容じゃなくて人の話を最後まで聞かない人ですねこれが一番、いやだから今僕が話してるとまだ結論言ってない時に言ってくる人っていうのが僕は一番嫌かなどうです皆さんね、そうじゃないかなと思うんですよね。まあ反対意見ばっかり言われても嫌だしね、それはもちろんありますよ、いろいろ。だけどなんかもっと根本的に、あこっちの話聞かないんだっていうことかな、それが一番良くないかなって僕は思ってますね。はいはいはい、ね、どうですかねみんなね、ね皆さんねはい、いつも聞いてくれてね、こっち僕今ね一方的に話してるばっかでね、僕は気持ちいいんですけどもねすいません、ありがとうございます、また聞いてください。